文部科学省の教育 DX 推進室長の桐生でございます。今日は e ポータルの構想と取り組みについてお話しさせていただきます。前回はこのメクビットの話をさせていただきました。日本の小中教育で、公的なプラットフォームですね、CPT のプラットフォームを作るという事業を、昨年度から、展開しています。で、今年度はこれを全国の小中高で使えるようにしていくといったお話を前回させていただきました。で、その時に合わせて学習 e ポータルといった構想も進めていきたいというふうに考えておりますという話も前回しましたが、今日はその学習 e ポータルというのはどういうものなのかといったお話をさせていただきたいと思います。この図で言いますと、真ん中のあたりにありますけども、このメクビットというシステムと、左側にあります児童生徒、それから上にあります、図の上にありますけど、教師ありますけど、この学校での学習を実際にする人と、それを享受する人の間に立って、その真ん中でデータのやり取りをするといった、この学習のハブになる機能が、学習 e ポータルと名付けていまして、いわゆる高等教育の世界でいう LMS ですね、ラーニングマネジメントシステムに相当するものですが、日本の小中教育においてはこれが今ない状態なんですね。ない状態で入ってくるとどうなるかと言いますと、それが各ソフトごとにバラバラになってしまうといったことが懸念されるので、今回このメクビットの導入と合わせて e ポータルもメクビットの入り口として配備するとともに、これをこの下の図にありますね、様々なデジタル教科書教材などのツールと、合わせて使っていただけるようにしていけないかというふうに考えているところです。で、こちらがここもう少し図式的に表したものですけども、今申しました、左側の赤い部分のメクビットの基本システム、これ今開発してまして、さらに拡充をしています。で、こちらと緑の部分の e ポータルをまずつないで、ここに学習者が e ポータル経由でメクビットに入るという仕組みをまずこれ今年度全国展開をしていくということを考えているんですけども、合わせてこの右の今点線になって灰色の部分とつながっていますけども、灰色のデジタル教科書教材といった部分も合わせてこうつなげていけるような、こういった展開をできないかというふうに考えているところです。で、なぜ e ポータルが必要なのかといったところで、今申しました点に加えて少し説明いたしますと、複数のやはりソフトごとに、結果などは見れることになってるんですけど、やはりこれから学習を個別最適な形で、見ていこうと、それを展開していこうと思ったときには、やはり個人ごとの結果が統合でして見れないということは一つ大きな欠点になってくるので、まずこれを解消しないといけないということが一つと、もう一つは管理運用面がやはり面倒であると。ID、パスワードそれぞれあって、記録もまちまちであるといったことを統一していけないかといったことが、この e ポータルの必要性としてすごく大きな課題としてあるんです。で、e ポータルはですので、最小限の共通機能ということをまず定義して、それを各社さんで実装していただくといった形で進めていこうということで、もう昨年度から実際に議論を始めております。で、その中で出てきているのは、今のところ3つの大きな機能があるかと考えているのですが、1つは学習の窓口機能、2つ目は連携のハブ機能ですね。で、3つ目は、メクビットのアクセス機能ということで、メクビットにはまずはアクセスした上で、で、順番としては、丸3の今、メクビットのアクセス機能からスタートしまして、丸1、丸2と合わせて広げていきたいというふうに考えているところです。で、この下の半分の図は何もしないとって書いてありまして、少しちょっと字が、図が小さくて見づらいのですけども、いろんなツールに、教員の側も学習者の側もそれぞれがアクセスして、それぞれがデータをという形になってしまうということから、右側のような形で、便利な仕組みがあると。これが e ポータルというんですけども、あると、e ポータルを介して様々なデータのやり取りをして、ここで一元的に可視化もできるし、ツール間の相互のこの運用も可能になっていくと。で、ひいてはこれは各事業者さんにとっても、それぞれで LMS 的な機能を追加したりとか、データの相互の1対1での会社、それぞれのソフト同士の相互互換性を確保する必要なく、この企画に沿ってやっていくと、事業者さんの手間も省けるし、日本全体でのコストも低くなるというふうに考えています。ということで、
この事業者さんですとか、あと研究者の方々とも一緒にアイコンですね、ICT コネクト21の場で技術的な検討グループを立ち上げまして、どのような仕組みとしていくべきかと、特に技術的な要素に関しての議論を始めておりまして、この3月には、大まかな考えを示しまして、これに基づいて、各社で今、e ポータルのこの標準に沿った形の機能の実装を進めていただいているところです。何かゼロから作るというよりは、今あるソフトをプラスアルファで、この e ポータルの、標準的な機能をつけていくと。それが外とのつながり、データのやり取りができるようになるといったことが、今求められている形で進めているところです。この下の機能の考え方のところでは、大きく分けまして、みんなで守っていこうねという協調領域の部分と、それから各社独自で、プラスアルファで考えていけばいいというところの競争領域、ここを分けて、協調領域の部分を定義して、他の皆さんで守っていく、同じように装備しましょうと。競争領域の部分はそれぞれ各社の創意工夫で独自にやっていきましょうと。いった形で分けて、考えて、さらに、詳細な部分をこれから、検討していくといった段階です。で、今年の秋からですね、メクビットの全国展開事業で、全国の小中高でメクビットが使えるようになってきますけども、その際に、学習ポータルというのを活用していただけるようにするといった今、事業を進めているところです。私は以上で、さらに詳細な点は、コンソーシアムの畠田さんからお話しさせていただきます。それでは、コンソーシアムの畠田の方から、文部科学省様の話を受けて、もう少し細かい機能とかですね、特徴みたいなところをお話をさせていただきたいと思います。はい、特徴的なことはですね、学習ツールの利用を中心に考えたシステムということで、今までの LMS というのはどちらかというとコースがあって、前提としてですね、その中に教員が適切な教材を配置していくというような形をとっておりましたけれども、こちらの方はですね、もう直接いろいろな学習ツールを起動していくといったようなものになっています。それから学習ツールとですね、連携機能ということで、特に各社力を入れているのはシングルサインオンということで、いちいちすべてのですね、ツールにログインしなくてもですね、学習ポータルのにログインすればすべてシングルサインオンできる。それからメクビットとの連携機能を有する。あとは利用者情報を管理し、認証したり、それから学習記録データですね。これを蓄積して、わかりやすい形で提示をするといったような機能。それから、これはどちらかというと、ベンダー側とかですね、の話も強いですけれども、今まで独立してですね、いろいろなベンダーが個別の独自のシステムを作ってきたわけなんですけれども、そこをですね、相互運用性ということで、そこを重視をしてですね、今後、いろいろな連携を図っていこうということで、国際技術標準を採用するといったようなところもやっていくということになっています。大前提として、クラウド上に展開をされるシステムで、基本的には学校だけではなくてですね、家庭などいろいろな場所で、簡単に利用できるといったようなことが特徴になるかと思います。はい、学習ポータルの構成、今述べたようなことをですね、絵にしております。教員、児童、生徒、設置者、それから研究者の方、これを直接、使われるということではないと思いますけれども、学習記録データ、学習履歴を研究をされるような方にとってもですね、学習ポータルから出てくるデータというのが、使えるのではないかとなります。相互運用性ということで、学習ポータルが、ハブになるということで、デジタル教科書であったり、デジタル教材、それからメクビット、いろいろな学習ツールとの、入り口になってハブになっていくということになります。コンセプトとしては、右側に、よく語られますけれども、次世代のデジタル学習環境といったようなところのですね、コンセプトと、それを援用しながらですね、今後総合運用性を図っていくということを考えております。学習ポータルとメクビットの関係ということで、これ前回お話をさせていただきましたけれども、学習ポータルに基本的には児童生徒、教員はログインをしてですね、そこからメクビットが LTI という技術標準を使って起動される、あるいは結果をですね、戻すと
スタディログに関しては XAPI の形式で学習 E ポータルに戻ってくるといったような、このようなシステム構成になっておりますので、レクビットを使う場合には学習 E ポータルが必須ということで、今構成がされているというような状況でございます。先ほど、学習 E ポータルの標準モデルということで、今年の3月に ICT コネクトの方から発表されております。こちらの方はですね、どなたでもダウンロードしてご覧いただくことができますので、より詳細な機能の必須であるとか推奨の機能というのはですね、こちらの中をご覧いただければというふうに思います。この中に様々なですね、機能が定義をされていて、それが必ず具備されるべき、あるいは推奨で具備すればより良いといったような定義がなされています。学習記録データについては、まだまだこれからですね、LLS の設置含めてですね、検討が進んでいくという状況です。そういう意味ではですね、メクビットから出てくるデータ、あるいはデジタル教科書から出てくる、いろいろな履歴のデータを、学習 E ポータルでまとめて、提示、見れるような形にですね、していこうということで、今年度のですね、後半の方のシステムと合わせて、学習 E ポータルの標準モデルが改版をされていくということで、理解をしております。はい、簡単ですけれども、私の方から以上でございます。